どうも皆様おはこんこん、みつきくばさです。天神実況プレイやっていきましょう。ですね、前回はちょっと森島先輩が、まあ、うまくいかなかったというか、そんな感じでとりあえず寝ます。おっしゃ来た。よし、いやちょっと危う。おお、なんだ、もう何度目か、数える気にもなんない。いきなりサービスショットでございますよ皆様。煽られて波立つ湯船と同じ。私の気持ちはゆらゆら揺れてるだけ。私本当どうしちゃったんだろう。突然こんな気持ちになるなんてさ、きっかけなんてわかんない。ただいつの間にか目で覆うようになってた。中学からの悪友、それ以上でもそれ以下でもなかったはずなのに。変わったのはあいつじゃない、間違いなく私だ。確かに私には足りなかったけどさ、色で言うなら淡いピンク色が。だからってこんなに急だと自分で自分の気持ちについていけないわよ。ああ、かっこ悪い。同じとこばっかくるくる回ってさ、昔の私が今の私を見たら、きっと背中を突き飛ばすんだろうな。はあ、私、どうすればいいんだろう。いやー、恋する乙女の顔ですね。何を言ってんねんみたいなね。よし、まあね、さえちゃんは今回は本当に運がなかったというか、なんというか、とっとと、なんだなんだ、ちょっとどうにもね、タイミングが多分最初のイベントで覗かなかったのがあれかなとは思いますけどね。まさかそれだけで関係してくるとは思わなかったんですけどね。よし、というわけで行きましょう。おっと、あ、なるほど。今は無理か。まあ、他が特にないんで、午前中に、さえちゃんを、午前中じゃない、1限目休みにさえちゃんを選んで、次に薫いきますか。リホコのどれだった？あんまり、まあいいや、とりあえず、さえちゃん行きますか。こっちだ、こっちじゃない、あれ、こっちか、オッケー、じゃあ行きます。暖房は、ありがたいんだけど、すごく眠くなるのが困るんだよな。ちょっと外の空気でも吸いに行くか。あ、あそこにいるのは中田さんだ。一人で何してるんだろう。まあ一人になりたい時もあるか。さえちゃん、転入してきたばかりでお友達があんまりいないんだよ。だから兄にも仲良くしてあげてね。言われてもな。そうだな、嫌われてはいないと思うし、少し話をしてみるか。中田さん。え、あ、先輩。何してたの？もしかして邪魔しちゃった？そんなことはありません。その、嬉しいです。そっか、それならよかった。はい。何か考え事でもしてたの？あ、はい。元気ないな。
つかないよ。その前の学校のことを少し考えてました。なるほどね。ってことはまだこの学校には慣れない感じ？はい。そっか。校内に男の人がいるのが不思議で、なかなか馴染めません。女子校ってことか。女子校なの？え、ってことは女子校だったんだ。そうだったんだ。あ、中学校も女子校？はい。実は小学校から女子校で、男の人と同じ校舎って初めてなんです。はあ、マジか。え、小学校から？周りだとあまり聞かないな。何か理由があるの？私はよく覚えていないんですけど、幼稚園の頃に男の子にすっごく意地悪をされていたらしくて。そうなんだ。毎日泣いちゃってて、それで幼稚園に行きたくないって。それを知ったお父さんがすごく怒って、共学だけは絶対にダメだって。なるほど。そのせいなのか、未だに男の人とお話しするのって緊張しちゃいます。ああ、そうだよね。で、あれ？一応僕も男だと思うんだけど。いえ。男らしくないからかな。違います。そんなんじゃないです。その、みゆちゃんからいろいろ楽しいお話を伺っているから。楽しい話ね。いや、別に何を言ってるんだ。それで、すごく親しみやすいなって思って。そっか、それならよかった。それに、先輩、かっこいいです。やっぱこいつイケメンなんだ。なるほど。え？なんでもないです。私、そろそろ戻ります。どうかした？よかったらまたお話ししてください。うん、僕でよければいつでもどうぞ。ありがとうございます。それでは失礼します。こうして中田さんと話をした。ほっとけない感じだよな。あー、なるほどね。よし、まあ、あ、じゃあ間違えた。まあ、薫行きますか。どこだっけ？これか？これだ。よし、行こう。あそこにいるのは薫だよな。ちょっと声をかけてみるか。じゃあこれ行きます。お、あそこにいるのって薫。どうしたの？何か用？うん、別にこれといって。あ、そう。どうかしたのか？なんか元気ないけど。そんなことないわよ、いつも通り。そうか？うん。ちょっと顔が赤いですね。赤いですね。ふふふふふふ。何？違う。え？普段のお前ならそんなことないなんて言わないだろ。目そらすなって、ちゃんとこっち向けよ。ほんと今日の顔で少し変だぞ。だから何？え？だから何？あ、いや、そのね、悪いんだけど、ちょっと一人にしてくれないかな。少し考えたいことがあるから。薫が考え事？おい、意外そうなこと言うな、お前は。うん、熱でもあるんじゃないか？ない。やっぱりおかしいな。いつもなら文句の一つくらいあるはずなのに。ねえ、私さ、遠回しにあっち行ってって言ってるんだけど。いや、だってさ、
もういい、私がどっか行く。カオル待てよ、ちょ待てよ似てね。やっぱりちょっと変だよな。まあいいか、何かあれば相談してくるだろうしな。なるほどね。どうしましょうかね。間違えた、あの R1 あれじゃない、 R2 L2 押す癖という癖じゃないわ、押すつもりでなぜかね L5 押しちゃうんですよねそうなんですよ、 L1 押したらあの図が出るんですけど、ね、どうしようかな。他のキャラ多分何もないんですよね今。これはあやつじさんだから違うでしょ。ていうか多分これは絶対次選ばれてしまう、多分強制だと思うんですよねこれは。なんで本当に多分これしかというかないかもしれない。ちょっと中田さんとお話ししてみますか。しよう、 OK 行こう。あんまり中田さんの好感度上がりすぎてもちょっと困るんでね。中田さん。あ、お兄ちゃん。え？あ、すみません、屋上で先輩とお話ししたことを思い出していたので。あ、そうなんだ。その私にご用ですか？あー、用っていうか、もし時間があれば少し話でもって思ったんだ。はい、大丈夫です。本当に？よかった。結構みんなあの BGM がねすごくこう独特というかなんていうのか、やっぱこう個性が出てる感じがありますよね。よし、まあ食べ物があったということで、中田さんの一番好きな飲み物って何？牛乳ですね。多分1日1リットルくらいは飲んでると思います。マジか。冬でも結構きついかもしれない。へー、すごいね。大好きなんです。やっぱ関係あるのかな。いや、牛乳はね実際あんまり関係ないらしいですけどね。あんまり。どうかしましたか？あの、なんすかね。あー、いや、なんでもないわそうですか？牛乳はどっちかっつうと骨の方みたいですからね。あんまりこう関係ないみたいなことをね。どれだ？これか？これなのか？勉強？あ、勉強なのか。へえ。覚えてみたい外国の言葉って何？外国語ですか？ですね、一般的かもしれないですけど英語は覚えたいです。なるほど。ピンク、恋愛、OK。中田さんは休日出かけたりしないの？あ、恋愛なんかそれ。一人で出かけたりはあまりないです。人混みが確かにそんな感じもしてますよ。ああ、それはわかるな。もう少し出かけようとは思ってるんですけど。僕もね、あんまり人混みやっぱ好きじゃないですね。おっと、テンション下がった。マジかマジか。娯楽、よいしょ。そっか、下がるのもあるんですね。本についてる帯って取っとく？あ、はい、せっかくなのでそのまま本につけてあります。皆さんどうですかね。僕はつけたままにしておきます、一応ね。世間話言ってますか？ないなかった。あ、そういえば中田さん。はい、何でしょう？実はちょっと気になってたんだけどっていう話でさ、びっくりだよね。え、はい。しまった、いまいちだったか。時間が。
あ、本当だ、もうすぐ授業だ。ちょっと寂しいですね。そうだね、また今度話そうか。あ、はい、お願いします。うん、それじゃあまたね。天神の人気投票だと中田さんがね、ミヤに負けてるんですよ。ミヤが6位で中田さんが7位っていうね感じなんですよ。さあ強制イベントどうなんですかね。キュンキュン、あれ犬の鳴き声が聞こえるぞ。キュンキュンキュン、あっちの方からだ。ちょっと遠回りになるけど様子を見に行ってみようかな。あれおかしいな、確かこっちの方から聞こえたと思ったのに、もしかして空耳だったのかな。ああ河原の方だったのか。よし、何をすんの何すんの。多分この辺りに。あ、よしよし、いい飲みっぷりね。もっと飲んでもいいわよ。あの犬の鳴き声だったのか。すごいすごい、じゃあもう一本。え？はい、どうぞ。うわ、あんな風にスポーツドリンクを、スポーツドリンク犬に飲ませたりして平気なのか。大丈夫なんですかね、それ。しかも足元には空になったものが何本もある。止めた方が良さそうだな。おお。ゴーゴー、どんどん飲んでね。おお、いいね。私服姿かな？え？ああ、こんにちは。あ、こんにちは。すごく綺麗な人だな。私に何か用なのかな。あ、はい。ペットに大量の水分を与えるのはあまり良くないかと思いまして。ペット？この子はうちの子じゃないわよ。いえ、そういう意味じゃなくて、犬に水をあげすぎるのはってことです。あ、そうなの。はあはあ言ってるから喉が渇いてるのかと思ったんだけど、やっぱりちゃんと喋ってくれないとよくわからないわよね。え？きっと善意なんだろうけど、この犬にしたら迷惑な話だよな。通訳ありがとう。何してるの？あれ？あやつじさんだと思ってたら違った。誰だ？え？あれ？ちょっと待って、どういう？お姉さんとかが？あやつじさん。ん？あら、つかさちゃんお帰り。え？今ね、この人が犬に水分をあげすぎちゃダメって教えてくれてたところなのよ。そう。あやつじさん。ん？もしかして二人はお友達なの？うん、クラスメートよ。そうなんだ。あ、私、司ちゃんの姉のゆかりです。お姉さんか。あ、はじめまして、立花です。あの、ごめんね、私ちょっと急いでるからもう行くね。え、あ、そうなんだ。ねえ、クリスマス委員長に選ばれたらやることだらけになっちゃって。それは大変だね。ちょっとだけ。それじゃあまたね。あ、うん、また。またね。あ、あやついさんのお姉さんか。姉妹でも結構雰囲気が違うんだな。それにしてもこの犬、本当に危ないところだったよな。あら、よかったな。助かったぞ、お前。おい、犬、大丈夫？犬って。災難だったな。悪気はないんでしょうけど、どうなんすかね。おーっと、そっちが進んだか。そうか、レベルが2に上がるとまたあれですね、1から上げ直すっていうか、そういう感じですかね。 OK。 日々の積み重ねが大事なんだお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。はい、
さあさあ、ということで今日は11日目やってまいりました。次回は、次回というか次の日は、今度こそね、そろそろちょっとカオルにね、話し、こうイベントをいっぱいやって好感度を上げていけたらと思ってます。ということで次回もお楽しみに。以上、ミツキックバサでした。バイバイ。